皆さんおはようございます。朝6時半になりました。今日も日本ですけども、女子体操の宮田選手、右のね、この彼女、喫煙、あと飲酒もでしたっけ、これで五輪辞退しましたけども、厳しすぎないという声がほぼほぼ圧倒的にね、わーっと出ております。有名人の意見もありますので、こちらもご紹介しましょう。そして2本目は日本保守党なんですが、発信が少ないぞ、もっとなんか言えよ、発信せよと、こういう意見がいっぱい出ております。で、まあこちらもね、賛否両論、けんけんがくがくなんですって、有本香里さん、ちょっと切れ気味でしたね、うるせえと、黙ってろということね、有本さんも言っております。どうなんでしょう。さあ、これね、後で私もね、見解しっかり述べたいと思いますが、まずはじめに宮田さん、彼女首相なんですよね。ただのオリンピック選手じゃありません。その女子のこの体操のチームの首相ですから、メダル候補ということもなるわけでしょ。でね、そんなトップ選手がタバコをね、吸った、いやいや、良くないですよ、で飲酒をしたということで、それで五輪諦めてね、帰国させられてるんです。もう日本に帰ってきてるんですよ。一回パリ行ってるんですよ。これはね、どうかと私思うんですけども。はい、じゃあ記事行ってみましょう。産経新聞ね、プレッシャーあった、一度だけ飲酒と喫煙でパリ五輪辞退と、まあ、内容はまあそのままなんですけども、で他の記事を読みますとね、どうもね、一緒にその場にいた誰かが、まあ協会に報告した、平たく言ったらチクったということになるんですけども、どうもそれがことの真相らしいです。となると仲間ってことになるでしょ。でチクったってことは足を引っ張ったという可能性があるんですよ。くっそー宮田めという、まあ、もちろん可能性ですよ、そういう可能性もあるんじゃないかと思ったんですが、ただ問題はね、私いつも思うんですけども、バランスがあまりにも悪すぎると。というのは、例えばこれが実社会におきましてね、新入社員のコンパ、新卒でも何でもいいですよ、コンパあるでしょ、そこで18歳で会社に入ってきました、よっしゃお前飲めとね、頑張れと言って、はい、それが発覚したからお前逮捕な、ぐらいの厳しいことを全てに適用しているんであれば、宮田さんアウトですよ。だって日本全体がそういう基準でやってるんですから、はい、お前もアウト、これはわかります。ところが現実にはどうですか。大学、専門学校、あるいは会社でもいいですね、新入生、あるいは新卒生、新入社員、はい、そういう形でこうね、会社に入った時に、よし、じゃあ今日はね、歓迎コンパ行こうじゃないかというと、おっしゃーということで、ね、ほら、ビールとか飲ませるでしょ。まあもちろんね、大きな会社は最近こういうとこ、まあ気をつけてるって話はよく聞くんですけども、ただね、一般的にはどうでしょう。よっしゃ、おめでとうって形でわーっとやる方が普通だと私思っているんですよね。だからそれと考えると、今回の宮田さんというのはあまりにもバランスが悪いって気がするんですけども、皆さんどう思いますかね。ただね、これ協会に言わせれば、彼女は国の代表だと、これはわかるんですよ。国の代表で言ってる、日の丸を背負ってパリまで行ってるんだと。だから一般のあなたたちとは違う基準で厳しく律しられなくてはいけないと、これも分かることは分かる。ただね、タバコでっていうのはどうかって気がしますよね。あ、それとね、これ本論と全然関係ないんですが、プレッシャーがあったとか一度だけっていうと、必ず思い出すのは、私は万引きとか痴漢でございます。あれ犯人必ず言うでしょ、プレッシャーがあったんですと、仕事で嫌なことがあったんですよ、だから万引きしちゃいましたって。全然関係ありませんよね。はい、あ、これ宮田さんとは全然関係ないですよ。これ見ると思い出しちゃうんですけどね。それじゃあですね、有名人の話なんですが、はい、まずは米山隆一さんね、体操女子宮田選手のこれに対しまして、さすがにひどいと、辞退撤回運動を展開したぐらいですということで、まあこれに関しましては米山さん、私と全くね、これ意見一緒でございますね。ちょっと厳しすぎるんじゃないかと思いますね。さあ、お次、野口さんでございますね。成人してもタバコ、酒がダメなままなのが理解できないということで、これもわかりますよ。だって18歳に成人年齢が引き下げられたわけでしょ。じゃあなんでタバコとか酒はダメなんだという意見になります。でね、まあ一方ではね、これに反対する方っていうのは、この18歳に下げたというのはね、成人年齢という面で考えると18歳が大人というね、ラインにしてもいいんじゃないかっていう、まあそういう論もあったわけなんですよ。でもタバコとかを避けて体に影響するもんですから、じゃあ精神年齢が上がったからといって18歳にした、じゃあタバコと酒はいいんかっていうと、それはまた話は別だと、ということになってるんですよ。まあだから分けられているから、まあね、野口さんのこの意見は違うんじゃないかって意見もありますけど、やっぱり私はさっき言ったようにね、一般社会の概念と比べるとあまりにもこれはね、厳しすぎるんじゃないかと思っています。じゃあお次の有名人は猪瀬直樹さんなんですけども、これはね、ちょっとね、違うんですよ。見てください、デイリーなんですが、国会議員の猪瀬氏、たかがタバコで何を騒いでいるのか、体操女子宮田の喫煙疑惑に試験も賛否リップ殺到
当ということで、はい、私もね、賛否といえばピの方ですよね。猪瀬さんはさっきの野口さんとはね、これ視点が違うんですよ。タバコ吸ったぐらいでなんか文句言ってんじゃねえよみたいな形でね、この人は言ってるんです。まあすごいヘビースモーカーで有名ですから。ただね、猪瀬さんっていうのはまあ横柄なことで有名ですし、タバコのマナーもまあ最悪というのは結構知られてますよね。一つご紹介しますと、もう何年前か忘れましたが、上智大学で教鞭をとってね、授業の前かとか、ひょっとしたらね、授業中かもしれませんが、教室内でタバコ吸い出したんですよ。で、上智のね、女子大学生が、たまりかねて、猪瀬先生、やめてくださいと、部屋の室内でタバコを吸うのは、って言ったら、うるせえと、なんでお前にそんなことをね、指図されなくちゃいけないんだと言って、タバコを吸い続けたっていうんですよ。これね、まあこれはっきり言いますけども、もう完全にどうかしてますよね。だから本当倫理観が欠如してます。で、こういう人が国会議員やってるんですよ。ありえないでしょ。で、この一件の騒動につきましても、猪瀬さん別に謝ってませんよね。まあそういうこともあったよな、みたいなことを言ってるだけなんですけども、私ね、それが頭にくるんですよ。だから今回もこういうことね、彼が言ってしまうと賛否がね、リプ殺到してしまうってことね。さあもう一つ、ちょっとこれはね、違った視点なんですが、体操の池谷さん、実は体操選手には喫煙者が多いと。おお、知りませんでしたね。体操界に蔓延する環境と。でね、読んでいきますとね、この真ん中あたりに書いてあるんですけども、体操選手はね、実は喫煙者が多いんですよと、意外な事実を指摘。で、持久力はそこまでいらないんだけども、精神的なプレッシャーは大きい競技。これはよくわかります。だってね、クリッと回って鉄棒を握り損ねたら終了ですもんね。あれはわかりますよ。で、大学の先輩とかでも、一種目終わるごとに吸いに行くという人もいたと。ああ、これはね、知らなかったですね。なるほどね。まあ、それも考えると、さっきの宮田さんのね、すごいプレッシャーがあったんで、なんかタバコとか吸ってね、お酒とか飲んで気を紛らわせたかったと。まあ、ただね、彼女はまあ、タバコは初めてですと言ってますからね。まあ、その辺はどうかって気もしますけど、まあまあ、そこはね、置いときますよ。さあ、どうでしょうかね。宮田さんね、もうまあ、とにかくね、もう日本に帰ってきてるんですよ。私ね、そこまで厳しくしてね、この生涯を潰すことっていうことはないと思いますけどね、しかもオリンピックでしょ、代表でエースで言ってるんですよ。前代未聞のことなんですよ。で、まあ、さすがに、ね、不問に伏すわけにはいけませんから、厳重注意と反省文、これでいいんじゃないですか。私ね、厳重注意プラス反省文を書きなさいと。これでね、もう最後ごめんなさいって頭下げて終わりでね、綺麗さっぱり、気分さっぱりしてもらって競技に臨んでほしかったですけどね。まあもう遅いですね。はい、じゃあね、今度日本保守党なんですけども、さあ今度はね、発信をしろと、日本保守党。このね、意見がね、ずっと出続けております。で、まず私の見解なんですけども、私はね、こんな感じでね、発信はした方がいいと思います。すべきだと思っております。これ私そういう考え。ただ、現実論として人でね、これが回ってないから、これはしたくてもできないんだろうね。まあ仕方がないかと。ですから、今後ね、発信をしなくてもいいという考え方じゃなくて、発信をしなくちゃいけないと。それは常々分かってるんだと。ただ、人手をね、ちゃんと揃えて、そういう相手も揃えてからやるから待ってくれ。僕はね、このぐらいでいいんじゃないかという気がしますよね。で、有本さんね、なんかね、ツイート X かな、ちらっと見たんですけども、ちょっと切れていましたよね。ギャーギャー、ギャーギャー、ガイアが言うなと。私たちは私たちの事情とこの、ね、リソースで動いてるんだから、ぐちゃぐちゃ言うなということを言っておりました。だからまあ、秋元さんがね、有本さんがね、まあ、怒るのは確かにわかりますよ。で、実際ね、これも見てください。ホームページなんですけども、お知らせのね、この右側、こう見ますとね、過去のお知らせとありまして、こう24年5月、まあ、これでは12月31日になってますけども、一番直近のもので、あ、これこれこれ、5月の2日とね、支部長の移動、まあ、飯山さんが支部長を降りたから、15区から出ることありませんよというのを最後にして、まあ、これ、2ヶ月近く発信がないと。で、その前の発信を見てもね、まあ、結構飛んでるんですよ。まあ、しかもね、事務的なニュースがポンポンポンとあるだけで、なんか他の発信が非常に少ない。確かにね、このホームページっていうのは、非常にこれ、動きが少ないホームページ、それは事実。ですから、例えば自民、まあ、じゃあ立憲民主でもいいですよ。立憲民主でも令和でもいいです。やっぱり令和なんか見てると動画なんかガン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 貼っていってね、毎回ね見ると動きがあるというのが事実なんですね。で、それに比べますと本当に動きがないんですよ。
はい、だからこれをね、まあいろいろ言うわけなんですが、でもね、私今言いましたようにやむを得ない事情はあります。だからそれはね、組んであげてほしいと思います。ただちょっと気にかかるのは、ひょっとしたらですね、まあ、努力はしてると思うんですけども、まあこっちの方ホームページ上の動きというのは、まあこれでいいかということで、後手後手に回ってるんじゃないかなっていう、そういう気は若干するんですよね。だからそこはね、ぜひともね、ちょっと前向きにやってもらえたらと思います。まあとは言いましても、私はね、内部事情を知らずに言ってるただの外野でございますので、あんまりね、有本さんに偉そうなことは言えませんけども、まあその辺頑張ってもらえばなというのは私は思っております。で、ただですね、そうは言いましても、これはほら、動画YouTube というプラットフォームを通じまして、朝8があって、しかも有本さんと百田さんが別々にやってますよね。はい。だからこのね、3系統で動いてるんですよ。しかもこの3系統が、特に朝8なんか毎日やってるでしょ。まあ、百田さんも毎日か、有本さんも毎日か。だからこの3系統がほぼほぼ毎日発信をしております。で、飯山あかりさんもほぼ毎日のように発信しておりますので、だからね、情報量としては動画の方で圧倒的にこれはカバーしてますので、いらんちゃいらんのですよ。でもね、ただね、動画とね、このホームページやっぱり違うのは、ちゃんとした文章ベースで残すのとやっぱり違いますよね。動画の方は喋り言葉ってこともありますし、あれはね、動画パッと見たら流れていくもんなんですよね。だから動画とは別にこちらの方に、しっかり文章で残して、写真を貼ってね、こういうことがありました、こういうことがありました、こういうこと考えてますっていうのはあると、なおいいというのが私の考えなんですよ。だから私もね、この星とのホームページはもうほとんど変わらないもんですから、ほぼね、滅多に見ない状態になっております。もうちょっと頻繁にこう動きますとね、ちょっと見てみようかなって気になるんですが、まあどうしても動画に行っちゃいますからね、うん、それは仕方がないかなと思います。まあだけどね、まあまあ皆さんね、星とね、これ必ず動いてくれますんで、あんまりこうね、焦らずにね、こうちゃんと見てあげましょう。で、動いたら応援すると、そういう形でいいと思いますよ。今はね、まああんまりこうね、やいのやいの言わずに、きっとね、皆さんこうちゃんとやってるはずですので、まあ特に党員の皆さんというのはそれを信じてガッと前に動いていくと、そういう形でいいと思いますよ。あ、私はね、毎回言いますけども、保守党の保守党じゃないや、保守的な思考の人は全員推しです。で、その中でもこの日本保守党頑張ってほしいなと思ってるというね、そういう立場でございますので、当然自民の中にも保守の人はいますしね、あとは立憲民主党の中でもね、自衛隊は大事だって言ってる人はね、ちゃんと実はいるんですよ。中にちゃんといますんでね、はい、そういう人たちは目立たないだけで実はいるんですよ。だからね、そういう人たちも含めてね、ちゃんと保守的な人っていうのは、リベラル色であっても保守的な思考、まともな考え方をしている人というのは、これについてはちゃんとみんなで議論をしてね、こう国防とかそういう問題ちゃんと前に持っていこうと、そういう考えでいきたいと思っておりますんでね。はい、そういうことでございました。はい、今日の動画良かったと思う方、いいねボタン、チャンネル登録お願いいたします。そしてラジオ日本人の怒りチャンネル2でございますけども、こちらの方はね、テロップ、フリップ、字幕一切使えません。ですから家事をしながらでも耳だけを傾けていただければ、10分ちょっとでいろんなニュースをね、あるいは私の考え、あとね、くったらな話もしますけども、そんなことを皆さんにご提供することはできますので、ぜひご登録ください。概要欄に URL 貼っときますね。それでは。